いよいよですね。いらっしゃいませ。今回予想するテーマはこちら、ドラマドラゴン桜2のキャスティング、こちらを予想いたします。先日ね、長澤まさみさんが正式に出演するという発表がされたと思うんですが、で今回は新キャスト、まあ、いわゆる今度その東大を受験する生徒役をですね、まあ、何人かですが、どういうね配役になっていくかその辺はちょっとわからないんですが、おそらくこの俳優さんが出るだろうというのを予想いたしましたので、そちらを発表いたします。はい、では生徒役のキャスティング予想はこちらです。板垣李光人くん、上白石萌歌ちゃん、高橋ひかるちゃん、鈴木福くん、芦田愛菜ちゃん、この5人を大本命本命から、まあ、対抗大穴みたいな感じで予想いたしました。でこのね、板垣李光人くん、ちょうど一昨年ぐらいまで仮面ライダージオーという平成最後の仮面ライダーの作品があって、悪役やったんですよ。タイムジャッカーっていうね、ちょっと悪い役だったんですけど、ウールっていうねキャラをやってて、でその時にまだほんとね16歳とか7歳ぐらい、今もまあ多分8歳9歳とかその辺かもしれないんですけど、すごく演技が良くて、今もすごいね、もう映画だドラマに引っ張りだこで結構いい線いってると思うし、で実際ね高校生の役でも問題ないじゃないかなと思いまして選びました。多分ね、ワンで言うね、小池徹平くんがやった役みたいな、ちょっとこうやんちゃな感じな生徒さんの役なんじゃないかなと思いますね。上白石、まあ、もかちゃん。上白石もねちゃんの妹さんですね。この子もね、今ちょうど年齢的に同じぐらいだと思うんで、まあ、で、長澤まさみさんがワンで生徒役で出たじゃないですか。そのポジションに、今回当てはまるんじゃないかなと思いますね。高橋ひかるちゃん。もう女優さんとしてもドラマにも出てますし、でも年代的にもね、この辺は非常にね、近いとは思うんで、おそらくもう生徒役としてキャスティングされていくんじゃないかなというふうに思いますね。スクール革命っていう日本テレビさんの日曜日のお昼にやってる内村さんが司会の番組に出てますからね。やっぱね、鈴木福くん、芦田愛菜ちゃん。もうね、まるまるもりもりコンビからもう10年ですよ。もうなんか、もう本当にね、鈴木福くん、芦田愛菜ちゃんっていうのが未だに呼べるのもどうなのかなっていう感じなんです。でももうね、リアルガチ、この二人もね、今や本当現役高校生ですし、全然キャスティングされても、全然違和感ないし、で、芦田愛菜ちゃんの場合は特にね、某すごい有名なね、高校に通ってるそうですし、今はどうか知りませんがね、まだなんか本当にガチで東大目指してるみたいな話もねあるぐらいですし、まあ、ここは一つね、もしかすると芦田愛菜ちゃんはこのいわゆる主役主要のメンバーのライバル役みたいな優等生キャラの役になんか当ててくるんじゃないかなっていう感じはしますね。の場合は勉強はそんなにできる感じじゃないけども、真面目そうな感じな、でスポーツもやってて自分の将来がみたいな感じな生徒さんキャスティングされるんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、ということで今回の予想は以上です。もう近々ね、多分キャスティング発表されると思いますがね、結果を待ちましょう。今日はこの辺で失礼いたします。閉店ドア、ピシャッ。